順番がいろいろ待ってよ、はるちゃん、ここ日本だよ。うち、なんだよ、トイレすごくない？丸見えトイレ。こんなことってあります？これ今全透明のトイレがあるんだ。女子トイレもだよ。すごくない？すっげえ。なんで？どういうことですか？ちょっとこれ見に行きましょうよ。え、こうあれじゃん。え、どういうこと？いや、ショックカットすんな、あの人。すごい。あ、鍵かけると見えなくなるやつって書いてますよ。え、そういうことですか？え、そういうのがあるの？本当だ。鍵かけると見えなくなるんだ。すごい。あ、鍵かけると見えなくなるんだ。すごい。俺入ってきました。ちょっと、これをやってみましょう。すごい。え、ちょっとこれ、ちょっと写真撮りたい。ね、すごいね。でもこれ映像じゃなきゃ分かんなくない？写真じゃん。本当だ。すごい。もう一回じゃダメ。すごい。すごい。そういうことなんだ。すごいね。え、ちょっと私女子トイレ行けない。何このトイレ。女子トイレ。大丈夫使ってください。面白い。そんなんかあるんだ。すごい。これすごくないですか。すごいっす。今入っていった外人の方も携帯を回しながら入っていや絶対入りますよそれ、はい、いいよ映りっぱだよ。映りっぱだよ。え、ずっと映ってるよ。え、これだけ丸見え？逆にあれなんですかね、なんかここは多目的だから。ここだけ丸見え？渡部さん的に、渡部さんが ここをとあの透明にさせないみたいな。あ、来た。あんちゃんいなくなった。ここで来た。渡部さん帽子ではなかった。あんちゃん。うんちしてる？すごい。おお、すげえ。すごいわ。いや、これはすごいね。めっちゃすごい。ちょっと面白いもん見た。めっちゃ面白いもんね。さすが都会。ね。これはすごいわ。で、都会だけどさ、あのめっちゃ都会じゃないじゃん。代々木公園駅前ってちょっとマイナーだよ。だって原宿とかから行ったらすげえと歩いて結構歩きますもんね。確かにちょっと遠いですね。ちょっと遠いっすよね。だから今試験的にやってんすかね。市内に導入するかどうかを検討してるのかもしれない。ああ、なるほど。洒落てる。でもおしゃれだもんな。洒落てます。みんな写真撮ってるもんみんな写真撮ってる。これやりますって。やりたいっすもん。これみんな写真撮ってるもんね。なんでこんなになったんでしょうね。ねえ、いや面白い。面白い。ちょっとこれ皆さんぜひ、はい、ぜひ来てください。でもだから基本的にはやっぱり透明なのは本当に悪いことしないためなんだろうね。でもそうでしょうね。だいわゆる2人で入ってさ、なんかこういう都会のトイレだとちょっとなんか薬の売買とかさ、うん、そういうちょっと悪いことに使われることもあるじゃん。それがトイレ2人で入るとかっていうのがもうできないし、透明だと。ああ、そっか。これは面白いわ。なんかちゃんと街ブラロケした気がする。そうですね。すごい。ちょっとパパとママと ここに来るの、うん、ここ